はい、やっとこの日が回りました。はい、すごく雨が降っていたのでとても心配でしたので、多分皆さんのお力と思いで、雨の雲を向こうへ追いやってくださったのかなと思います。先ほど紹介していただきましたが、このお祭り4年間に、重ねていくにつれてたくさんの方からお祝いいただくようになりました。ですが私たちのお祭りは手作りのお祭りですので、そういった方たちはここにご紹介は、いたしません。その代わりですね、賛同して2日間ボランティアをしてくださる皆さんをご紹介したいと思います。ボランティアの皆さん、はい、今日朝早くから、道路の、封鎖、そして設営、皆さんで手伝ってくださいました。なので、道路のところでは、通行止めてくださっている方がいらっしゃるので、あ、みんなもっと前来て、はい、全員ではないんですけれども、今日は約60名のスタッフと一緒に、このお祭りを作っていきたいと思います。踊り子のあふれる元気と、そしてからスタッフの笑顔と、そしてもう一つ、皆さんの笑顔を、頂戴しながら、お祭りが進行していくことを、ね、望んでおります。どうぞ2日間よろしくお願いいたします。ちょっと小西さんの話をさせてください。はい、2006年に新横浜黒船祭でお祭りを立ち上げました。その時の第1回目から MC をしてくれています。私が1を言うと10理解してくれて、いろんな思いを皆さんに伝えてくれてる素敵な MC さんです。素晴らしい声と、それからもう優しさが溢れてるので、私たちのお祭りに欠かせない存在です。それから笹井さんいますか？笹井さんいない。